はい、野坂岩でございます。では、ホライゾン・フォービドン・ウエスト、引き続きやっていきましょう。サイドクエストはね、燃え盛る花の、前回でっかいやつに、なんとか一回お亡くなりになったものの勝てて、倒したけれども、痕跡がなくなってたという悲しい事態がね、ありましたけど、まあ、トンネル入りましょうか。もうだいぶ待たしちゃいましたからね。崩落したみたいだな。あ、また。具合はどうなったんだ？調べてみよう。千里眼を使ってみたらどう？千里眼って。ん？タラナ、何か見つけたぞ。瓦礫の下。何なの？オーセラムだ。なんて書いてある？発掘隊の一員だったみたいだ。文が途切れてる。トンネルが崩落したからか。そう。ガージャの狩人については書いてない。崩落の前に通過した先発隊がいたのか。反対側にある水場に向かったらしい。まだ生きてるかも。他に抜け道は？ここから北の山に私が拠点にしてる場所がある。そこから二人で反対側に抜けられる。二人？タカとつぐみでな。お前の友人を見つけよう。歌の平原の西に向かってくれ。そこから拠点に続いている参道がある。道案内できるやつを待たせておくよ。私は反対側の野営地で合流する。ありがとう。あんたは幸運の使者だね。これ受け取って。狩りの助けになるかも。また後で。ゾウ、古い仲間を西部まで道案内してくれないか。歌の平原の近くで合流して。サイドクエスト完了。彼女はカージャだけど悪いやつじゃない。あなたの仲間ならそうでしょうね。案内しておく。ありがとう。タラナーは相当友人が心配なんだな。オセラムのキャンプに行った時に話してみよう。入れないよね。コードがいるみたいだな。今のところは何もできなそうだ。ここはまた後から来るパターンなのかな。なんかあそこあるもんね。でもこじ開けるってあり。こじ開くんかい。物資だな。行き止まりだ。可燃性のヘドロ。保管庫に入れておくか。じゃあここはまた来るって感じかな。ということはさっきサイドクエストを出たから、あー、なるほど、これ時間経過がないといけないってことなんですね。じゃあ次、根が張りしに行きましょうか。これどこなんだ？うわ、また遠い。うわ、遠っ。うわ、遠っ。なんかむちゃくちゃ遠いんですけど。これここまでファーストトラベル行く感じかな。
ここで未開だもんね。どこだろう、ここか。ということで、サイドクエストの燃え盛る花ですねは一応終了ということになりました。次回は、サイドクエストのネガハリシチに向かいたいと思います。短い、超短いですけど、ご視聴ありがとうございました。野坂陽でした。